4月末日「地球よパンパンと真っ二つに割れてしまえ」と怒鳴ったところで私は一匹のカラス猫世間様は横目でお静かにお静かにとおっしゃるまたいつもの寂しい朝の目覚め薄い壁にかかった黒いパラソルを見ているといろんな形に見えてくる。 今日もまたこの男は朗らかな桜の小道を我々プロレタリアートよなんて若い女優と手を組んで芝居のセリフを言い合いながら行くことであろう私はじっと背を向けて寝ている男の髪の毛を見ていたああこのまま布団の口が閉まって出られないようにしたらやい白状しろなんてこいつにピストルを突きつけたら この男はネズミのようにキリキリ舞いをしてしまうだろうお前はたかが芝居者じゃないかインテリゲンチャの太鼓持ちになって我々どうしようもうみっともない私はもうお前には愛想が尽きてしまったお前さんのその黒いカバンには2,000円の貯金帳と小文が出たがって両手を差し出していたよ 俺はもうじき食えなくなくる。誰かの一座にでも入ればいいけど俺には俺の節操があるし私は男にとても甘い女ですその言葉を聞くとさんさんと涙をこぼしてでは町に出ましょうかそして私はこの四五日働く家を見つけに魚の腹渡のように疲れては帰ってきていたのにこの嘘つき男め。 「私はいつもお前が用心して鍵をかけているそのカバンをゆうべそっと覗いてみたのだよ」「2,000円の金額はお前さんが我々プロレタリアと言っているほど少なくもなかろう」「私はあんなに美しい涙を流したのがバカらしくなった」「2,000円と若い女優がありゃ私だったら当分長生きができる」 あ,あ浮世はつろうござりまする。こうして寝ているところは円満なご夫婦。冷たい節分はまっぴらだよ。お前の大衆は七年も連れ添った女房や若い女優の匂いでいっぱいだ。お前はそんな女の情欲を抱いてお勤めに私の首に手を巻いてくる。どういておくれよ。陰売でもした方が。 気づかれがなくてどんなにいいか知れやしない私は飛び起きると男の枕を蹴ってやった嘘つきめ男は多どのように粉々に崩れていったらんまと花の咲き乱れた4月の空は赤旗だ地球の外にはさツさツとして熱風が吹きこぼれておいおい 見えない呼び声が4月の空に弾けている飛び出しておいでよ誰も知らないところで働きましょうぼうぼうとした霞の中に私は太い手を見た真っ黒い腕を見た4月末日一度は気休め二度は嘘 三度のよもやに引かされて。憎らしい私の煩悩よ。私は女でございました。やっぱり切ない涙にくれまする。鶏の生き肝に花火が散って夜が来た。とざいとざい、そろそろ男との大詰めが近づいたよ。一刀両断に切りつけた男の腹技にメダカがビンビン泳いでいた。 臭い臭い夜だよ。誰もいなきりゃ泥棒に入りますぞ。私は貧乏ゆえ男も逃げていきました。ああ真っ暗い放かぶりの夜だよ。土を見つめて歩いているとしみじみ悲しくて闇犬のように震えてくる。何くそ、こんなことじゃいけないね。 美しい町の歩道を今日も私は「女を買ってくれないか女を売ろう」と野良犬のように奉公した引き止めても引き止まらない切れたがる絆ならばこの男ともあっさり別れよう「総外の名も知らぬ大樹のたわわに咲きこぼれた白い花に」 小さい白い蝶々が群れていい匂いがこぼれてくる夕方お月様に光った縁側に出て男の芝居のセリフを聞いていると少女の日の思い出がふっと鼻の匂いのように横切って私も大きな声で「どっかにいい男はいないか」とお月様に怒鳴りたくなったこの男の当たり芸は かつて芸術座の須磨子とやったカミソリという芝居だった私は少女の頃九州の芝居小屋でこの男のカミソリを見たことがある須磨子のカチュー中ャも良かったあれからもうだいぶ時が経つこの男も四十近い年だ役者にはやっぱり役者の女将さんがいいんですよ 一人稽古をしている、日に映った男の影を見ていると、やっぱりこの男もかわいそうだと思わずにはいられない。紫色のシェードの下に台本を送っている男の横顔が絞っていくように私の目から遠のいてしまう。旅工業に出ると、俺はあいつと同じ宿を取った。あいつのカバンも持ってやったっけ。でもあいつは、 俺の目を盗んでは寝巻きのままあの男の宿へ忍んで行っていた俺はあの女を泣かせることに味を覚えていたあの女を叩くとまるでゴムのように弾き返って体いっぱい力を入れて泣くのが見ていてとてもいい気持ちだった二人で縁側に足を投げ出していると男は火を消して七年も連れ添っていた 別れた女の話をする私は県外に置き忘られた一人の登場人物だ。呆然と空を見ていると、この男ともダメだよ。天の尺がどっかで交渉している。私は悲しくなると足の裏が痒くなる。一人で喋っている男のそばで、私はそっと月に鏡を傾けてみた。 眉を濃く引いた私の顔が渦のようにぐるぐる回っていく世界中が月夜のような明るさだったらいいだろうねえやっぱり別れましょうよなんだか一人でいたくなったのもうどうなってもいいから一人で暮らしたい男は我に返ったように太い息を切ると涙を振りちぎって 別れという言葉の持つ寂しいセンチメントにさめざめと涙を流して私を抱こうとするこれも他愛のないお芝居かさあこれから忙しくなるぞ私は男を2階に振り捨てると銅坂の町へ走っていった誰も彼も握手をしましょうワンタンの屋台に首を突っ込んでまずしなしを傾けて私は味気ない男の接吻を吐き捨てた 4月末日じゃあ行ってきます町の四つ角でまるで他人よりも冷ややかに私も男も別れた男は市民座という小さい素人劇を作っていて滝野川の稽古場に毎日通っていた私も今日から通いでお勤めだ男に食わしてもらうことは泥を噛んでいるよりもつらい 手のいい仕事よりもと、私の探した職業は、牛屋の女中さん。ロースあおり、一丁願います。景気がいいじゃないか。はしご段をトントン登っていくと、しみじみ、美しい歌が歌いたくなる。広間に群れたどの顔も、面白いフィルムだ。肉皿を持って、はしご段を上がったり降りたり。 私の前帯の中もそれに並行して少しずつ膨らんでくる。どこを貧乏風が吹くかと部屋の中はおいしそうな肉の煮える匂いでいっぱいだ。だが上がったり下りたりでいっぺんに私はへこたれてしまった。二三日するとすぐ慣れてしまうわ。女中頭のマげに言ったおすぎさんが 腰をトントン叩いている私を見て慰めてくれたりした12時になってもこの店は素晴らしい繁盛で私は帰るのに気が気ではなかった私とおみつさんを除いては皆住み込みなので平気で残った客にたかっていろいろなものをねだっている「たあさん私水がしねあら私賀茂なんよまるで野生の集まりだ」 笑笑っっててはは悔悔い、笑っては悔い。無限に時間が潰れていきそうで私は焦らずにはいられなかった私がやっと店を出た時はもう一時近くて店の時計が遅れていたのか市電はとっくになかった神田から田端までの道のりを思うと私はペシャペシャに座ってしまいたいほど悲しかった 街の明かりは狐火のように一つ一つ消えて、仕方なく歩き出した私の目にもだんだん心細く映ってきた。上野公園下まで来ると、どうにも動けないほど山下が恐ろしくて、私は棒立ちになってしまった。甘気を含んだ風が吹いて、日本神の両瓶を鳥のように羽ばたかして、私はしょんぼり。 はたはたと明滅する仁丹の広告塔に見入っていた「どんな人でもいいから山下を通る人があったら道連れになってもらおう」私はぼんやり広小路を見た「こんなにつらい思いをして私はあいつに真実を尽くさなければならないのだろうか」 不意に発表着て自転車に乗った人がさっと煙のように過ぎた何もかも投げ出したいような気持ちで「あなたは八重垣町の方へいらっしゃるんじゃないですか?」と私は叫んだ「ええそうです」「すみませんが田畑まで帰るんですけどあなたのおいでになるところまで道連れになっていただけませんでしょうか」「今は一生懸命私は尾を振る犬のように走っていくと」 その職人邸の男にすがった「使いが遅くなったんですがもしよかったら自転車におのんなさい」「もう何でもいい私はポックリの下駄を片手に裾をはしょってその人の自転車の後ろに乗せてもらった」「しっかりとはっぴの肩に手をかけてこの奇妙な深夜の自転車乗りの女はさめざめと涙をこぼした」 無事にに。帰れますように何かに祈らずにはいられなかった嫁にも白く染め物と書いてあるはっの字を見てほっと安心すると私はもう元気になって自然に笑い出したくなった根津でその職人さんに別れるとまた私はひょうひょうと土々一を歌いながら道を急いだ 品物のように冷たい男のそばへ4月末日国から潮の蚊の高い布団を送ってきたふかふかとしたお日様に照らされた縁側の上に布団を干していると「父様よ母様よ」と口に出して言いたくなる今晩は市民座の講演会 男は早くから化粧箱と着物を持って出かけてしまった私は水をもらわない植木鉢のように干からびた情熱でキラリキラリ2階の窓から男のいそいそとした後ろ姿を見てやった夕方四谷の美和会館に行くともういっぱいの人で舞台は例のカミソリだった男の弟は 目ざとく私を見つけるとパチパチと目をまばたきさせて「姉さんはなぜ楽屋に行かないの?」人のいい大工をしているこの弟の方はアリとは全く別な世界に生きている人だった舞台は乱暴な夫婦喧嘩だ「おあの女だいかにも得意らしく喋っているあいつの相手女優を見ていると 私は初めて女らしい嫉妬を感じずにはいられなかった男はいつも着て寝る寝巻きを着ていた今朝二寸ほど背がほころびていたのを私はわざと直してやらなかった独りよがりの男なんてまっらだよ私はくしゃみを何度も何度も続けるとぷいっと帰りたくなって 詩人の友達に三人と暖かい外に出た。こんなにいい夜は裸になってランニングでもしたらさぞ愉快だろう。四月末日。僕が電報を売ったら時期帰っておいで。ふん、男はまだ嘘を言ってる。私は悔しいけど十五円の金をもらうと懐かしい停車場へ急いだ。 潮の蚊のしみたふるさとへ帰るんだ。はあ、何もかも、何もかも言ってくれ。私に用はない。男と私は西洋圏の白い食卓に着くと、日本料理でささやかな別縁を張った。私は当分あっちで遊ぶつもりよ。僕はこうして別れたって、きっと君が恋しくなるのは分かっているんだただ。 どうにもしようのなない気持ちなんだよ今は本当にどうせき止めていいかわからないほど呆然とした気持ちなんだよ。はああ夜だ夜だ夜だよ何もいらない夜だよ。汽車に乗ったらタバコを吸いましょう。駅の売店で青いバットを5つ6つ買い込むと私は汽車の窓から本当に冷たい握手をした。 さよなら、体を大事にしてねありがとうごきげんよう固く目を閉じてパッとまぶたを開くとせき止められていた涙が一時にあふれ出る明石行きの三等車の隅っこに荷物も何もない私は足をのびのびと投げ出して涙の出るに任せて 懐かしいバットの銀紙を開いた途中で面白そうな土地があったら降りてやろうかな私は頭の上にぶら下がった地図をじっと見上げて駅の名を読んだ新しい土地へ降りてみたいな静岡にしようか名古屋にしようかだがなんだかそれも不安になってくる 暗い窓に持たれて、じっと暗い人家の日を見ていると、ふっと私の顔が鏡を見ているようにはっきり映っている。男とも別れだ。私の胸で子供たちが赤い旗を振る。そんなに喜んでくれるか。もう私はどこへも行かず、みんなと旗を振って暮らそう。みんなそうして飛び出してくれ。 そうして石を積んでくれそして私を胴上げして石の城の上に乗せておくれさあ男とも別れだ泣かないぞしっかりしっかり旗を振ってくれ貧乏な女王様のお帰りだ外は真っ暗闇切れては走る窓の風景に私は目も鼻も口もべっしゃりとガラス窓にくっつけて 塩辛い干物のように張り付いてしまった私は一体どこへ行くのかしら駅駅の物売りの声を聞くたびに怯えた心で私は目を開くああ生きることがこんなにも難しいものならいっそこじきにでもなって全国を流浪して歩いたら面白いだろう 子供らしい空想に浸って、泣いたり笑ったりおどけたり、ふと窓を見ると、これはまた奇妙な私の百面相だ。ああ、こんな面白い生き方があったんだ。私はポンと硬いクッションの上に飛び上がると、開くこともなく、懐かしくいじらしい自分の百面相に見入ってしまった。